はい。えー、こちら。まあ、これはね、あんま詳しくないよ。えー、ガンダム、シードフリーダム。確かにこんな人おったな。おった。ブラックナイト、スコード、カルラ。はい。まあ、言えば、あの、白と、えー、ゴールドの、えー、まあ、ちょっと、えー、まあまあ、昔の中世時代の騎士みたいな、 えー、モビルスーツ。はい、であのー。何あのー。えー、スター・ウォーズでね。あのー、スター・ウォーズのバンダイのプラモデルが、えー、出来がいまいちやと。何って言ったら、ダース・ベイダーのマント。で、エピソード3に出てきた、グリーバス将軍。 なんなあれってっていうマント。その前やったらね、あの、ダンボール戦記あったっけ懐かしいな。ダンボール戦記は、なんと説明書のところに、あの、カラーページがあって、それをマントにしろみたいな普通の紙を。<laughs> 舐めてるやろみたいなところから。こちらもね、えー、これ実はね、 僕ね、あの、ガンダムのプラモデルってね、最近本当に追いかけないんですよ。見ないようにしてるんですけど、あのね、グーグルが特にひどい。グーグルが。もうほぼ、ほぼって言っていいけど、毎日のように、あの、グーグルが、あの、グーグルの広告でガンダムやってんのが、あまずはこの、本体。まず本体のガンバンダイね。 で、次があ、プレミアムバンダイ。で、その次が、あの、ホビージャパンウェーブホビージャパンの、あの、何、ネット版もう、毎日やねん。で、この記事は、あのじょ、この記事の情報はお得ですかって言われるから、非常に悪いって押してんねんで、非常に悪い。で、選ぶとこがあるから、私には必要ないって、押してんのに、 またやねん、これが。で、これが、で、何土曜日発売。あ土曜日って今日じゃないのと思った。昨日の時点でね。夜中やってんけど、あれ今日発売ちゃうのと思って、もう別に並んでもしゃあないからと思って、でも、ほったらかしとって、で、お昼まで、えー、ガン無視しててんけど、ま、あの、Google 見るたんびにこれ出てくるねん。 で、仕方がないから、あ今日、あれよ、あのー、あの、復讐のレクイレムやな。復讐のレクイレム、あのー、送ったよって。あ、ちょっと出来上がったやつ、バーターやから、送らなあかんか、送って。で、送ったら、この、えー、ブラックナイト、スコードカルラが今日発売やと。 これはって言うから、いやもうそんな買いに行けへんてって、買いに行けへんてって言ってんけど、ええー、まあそのお店の方が、ええー、小売店の入荷数がかなり、あの、不安定らしいんな。なんだか予約を受け付けたら、全員に回れへん。で、まあ僕答え持ってんねんな。この最近の、あの、バンダイのガンダムは、どこに、 発売日にいつ行ったらどこにあるんか大体間違いなく買える可能確率論で持ってんねやんか。それが全国共通やったらここで言うんやけど、万が一朝市で行って売り切れてたら具合悪いやんか。<laughs> 朝ね、行って売り切れてたやんって言われるのも嫌やから言えへんだけであの聞いてくれたら教えたげんで。 だから僕ね、ここ、最近やな、買ってないっていうことも含めてやで、買ってないねんてもう、買ってないっていうことを入れたとしても、えー、ほぼ、発売日に、えー、手に取ることができてるっていうことやねん。買えへんだけでね。で、これは、実は、小売店の人が、お客さんの予約は取ったんやけど、えー、数が、 来なかったせいで、ちょっと困ってんねんみたいな感じで、まあ、しゃないなって言って、で、出かけていって、で、これ1個買ってきたんですよ。で、まあ、右から左っていうわけにもいけへんし、送る送料もバカになれへんから、まあ、これはほんなら、一応動画だけ届いて、で、動画撮った後えー、まあ、送ってあげるわと。 言ったら、ああ、これもできたら飾りたいはあみたいな <laughs>。実はね、この下にね、えー、この下にね、実は、あの、一時は在庫型、在庫がね、めっちゃ余ってた、マイティストライクフリーダムがね、この下にあるのよ。ったちょっと待って、やろうマイティストライクフリーダムもあんねん、ここに。なんとね、あと、 三個も残ってんねやん、これな。これが。あと三個残ってんねやん、これ。実際、勢いであの、ローソンで三個買って、で、翌日も買って、で、通りすがりでも買って、で、あの、何えー、ちょっと付き合いのあるところで買って、買ってくれって言うから、一個買って、で、六個になってんけど、三個やっと吐き出した思ったら、まだ三個あんねん、これ。 で、その後やな、ある店、チェーン店行ったら、このマイティストライクフリーダムが、在庫型、めっちゃ余ってて、買い取りを止めててんな。何ヶ月か前やけど。えー、って、在庫型なってんのみたいな。結構お金払ったで、みたいなところから。な、このマイティですら。うん、この前、えー、あれや、ちょっと、えー、ご飯食べた子思いとった。 マイティストライクフリーダムも、あのー、この前作ったんですよ。へえ、すごいやんって言って。まあ見えへんけどね。<laughs> 人が出来上がったやつ見て楽しいタイプじゃないんで。で、どうやったんって聞いたら、なんか腰、腰のとこのパーツが、腰に武器がつくらしいんやけど、腰の武器がポロポロ落ちるらしいねんな、なんか。 ポリキャップないからなっててこれマイティねさておきよこれやブラックナイトスコードカルラちょっとこれはねあの僕は冷静に公平な立場で言ってあげるわなあのバンダイスピリッツのやつはちょっと頭が悪いのかって バンダイスピーチなんてや頭悪いのかと思うときあるねん。あの、一年戦争の頃のね、一年戦争のモビルスーツで、一番名前が多かったってね、多分ね、えー、ズゴック、ザク、ドム、グフとかで言ったらガンキャノンとかぐらいだと思うんねん。 ブラックナイト、スコードカルラって、どこの何人の誰やねんみたいなね。名前の付け方が、今なんやろな、これ。んで、えー、箱絵がこんなんで、あ、どうせまたあの、なんか、け上がれん、なんか、やつが入ってんねんで、みたいなところで。これね。なんか、この、ネット記事にも書いてあったこの赤いとこ。 何してんのこれって。<laughs> もはや。で、これ見て。これ何なんこれって。これ。<laughs> あー、えっとね。マイティの前やな。マイティストライクフィリーダムの前にあったやつをこんなん1個ついとったよな。なんか。はては。ことで。ちょっと開けてみましょう。これ2人乗りらしいなちょっと。さっき説明してみせてやんけど。

凹んでるとこにゴールドのパーツが入るんやろな。多分、おそらく。で、あー、タミヤじゃないなぁと思うのが、こういうとこが片面だけで、あのー、やっぱりボパーティングラインが見える仕様になってるのが、あー、バンダイらしいなっていうとこやねんやな。これがゴールドパーツ。で、同じパーツめっちゃあるんだよ、これ。うわ、しんどい、みたいな。これ。 またね、あのー、バンダイのプラモデルって、あのー、どう見てもね、あの、金型にね、これといったね、長所が全くないところがね、ある意味ね、あのー、素晴らしいぐらい、あの、モールドにね、これやっていうね、すごいとこはないのがすごいよな。<laughs> ある意味、ある意味すごいで、これは。もう本当にあの、たい焼き たい焼きみたいにあの、表と裏裏返して、できましたみたいな、この、パーティングラインのこの、成形がね、本当に、もう、潔いぐらいの、本当に昭和から進化しない、この金型技術が。なあ、これ、斜めがほんで、弱いねん、バンダイはな。斜めが弱いから、斜めのパーツはほぼ、モールドが入ってないところなんかも、得意すべき点てんで、これ。 前のね、そういや、この黒い方は見たわ、僕も。あの、そのまま華麗にスルーしてんけど、こっちはね、ちょっと白とゴールドはね、あの、えっと、何やったっけ、最近やったら、白とゴールドやったら、あー、コードギアスかな。コードギアス。で、見たわ。あの、コードギアスであったな。ランスロットかなんかがこんなんやったん。で、この、 15パーツやな。丸にはめるとこついてんの見たときに、これ、あれこれ、ガンダム EX もこんなんあったで、みたいな。<laughs> あの、ビームサーベルの付け根こんなパーツやったよな <laughs>。これがひたすら。で、これ。ひたすらクリアパーツ。ああ、みたいな。これもさ、ほら。全部同じパーツが。 で、これが、ちょっとマシになってるけど、うん。神じゃなかったよかったな。安物の布でもなくて、安物の布でも、あの、神でもなかったよかったわ、うん。それだけはちょっと、やな。で、あと、まあ、このキットのね、ちょっと、成形色やな。このゴールドが、えっとね、えー、ガンダムの、ゼータガンダムの100式。 ゼータガンダム100種と比べて、ゴールドパーツが黄色黄色してないな。黄色黄色。すっごい黄色なやつじゃないのは、多少交換が持てるかもな。これ、100種やったら多分ね、黄色いはずやね、モールドが。黄色。うん、これ。で、説明書 撮るわこの間ですはいすごいな,なんかエネルギーがバーって出てるみたいな箱へ、えー、ストーリーこれは「コズミック・イラー」っていうの戦いはまだ続いていた独立運動ブルー・コスモスによる進行事態を沈静化するべくラックス・クラインを 初代総,帥とする総裁とする世界平和監視機構コンパスが創設されキラーたちはその一員として各地の戦闘に介入するそんな折新興国ファウンデーション王国からブルーコスモス本拠地への合同作戦を提案されるということでこれこれは大川国の先生の絵やな うん、大川国乃先生の、えー「ブラックナイトスコードカルラ」「高さが2 1ル正式名称をカルラ」と略して「レア」とも呼ばれるえ <laughs>、はい、えー、プラントの技術を取り入れつつファウンデーションで独自に返されたその名の通り黒い装甲を持つシバルドラと とは異なり白いボディに金色の装飾が施された特別な機体となっているコックピットは前後のふざとなっており前席のパイロットが操縦後席が火器管制を担当多彩な武器を持つが運動性と電子戦能力に特化しており戦闘時はその特性を補うため大量の火力を備えた 自立機動兵器ジグラートを随伴させる。ジグラートは後席のパイロットによる遠隔操作でオール電池攻撃を行うことが可能。装行には、えー、フェムテック装行を採用。本装行では、えー、フェムトメールトメートル間の領域を 制御する高度な技術が必要だが、電力を必要とせず、半永久的に、えぇ、ー、超高規制を維持し続けることができる。全然盛り上がれへんな、話題が <laughs> こう。おそらくね、見てる人のほとんどが、関係ないお前がなんでこうてんねん、みたいな、これ。<laughs> 関係ないお前がなんでこうてんねん、みたいな、これ。 これね、実はね、えー、まあ僕の今日の動きを、えー、追いかけたらわかると思うけど、あの、店にね、10個ぐらい残っとったで。10個ぐらいあったわ。あの、もうだいぶお昼過ぎてたけど、10個ぐらい残っとって、楽勝で買い取ったで。楽勝で。で、帰ってきて、またグールが開けたら、なんか抽選で当たった人の番号を書いてるとこがあんねんな。 あの、なんか、うん、全国にあるプラモデルさんらしいけど、抽選に当たった方は、早く取りに来てくださいって聞き取ったけど、いやいや、あのね、おそらく僕の予測だけで言ってあげるけど、多分ね、えー、ここ何回か、僕を見てんねんけど、あのね、大手の量販店でも、えー、倉庫に納品やな、 要は、バンダイロジパル。バンダイの運送会社から、おそらく、えー、どっかにバンって入って、そこで仕分けして、詰め直して、えー、それぞれの店に運んでいってる店な。これ大体で分かると人は分かると思うね。あの、そうやって、本部に一回届いた後、仕分けしてる店と、あの、自分とこの店。だから要は、バンダイから直接、 あの店に来てる量販店やったらおそらくなあの店に来てる店に直接配達してるあの本部じゃなくって店に直接配達してるあのー、量販店の方がかなりの数の在庫持ってる可能性あんでおそらく多分あの僕の予測だけやであのー。 箱で来てるんちゃうんかなケースで。例えば48個入りとか、その、単体で来るときな、あの、めちゃめちゃガンダムが枯渇したときはな、在庫が全然なかったけど、うん、バンダイでも作ってもなかったぐらいのときはしんかったけど、今やったらおそらくね、あのー、特に関西圏やったら、多分ね、単発で、 運送会社が運んできた店の方が数はたくさんあると思うでうんなんでって言ったらあ箱で買ってるから箱で着てるからちゃうかなだからえっ、ー、と今日やったかな僕もちょっと時間がある時暇な時ちょっとたまに X 覗く時あんねんけど X が今日 X で見たら今日ガンダムベースが入場制限がかっとったらしいね ガンダムベース。はあみたいな。入場制限って何なんと思っとったけど、これとかのせいやさんちゃうんかなこれと、あと、あれ。あの、水星の魔女のあの女の人や。水、うん、星の魔女の女の人で、まあ、ベースは関係ないやろうけど、えー、3 0ミニッツシスターズの新製品な。楽勝であったで。 みんな <laughs>。みんな、楽勝であったで。うん、誰も買ってないもん。誰も買ってない。なんで買ってないのかって金額まで、理由まで言ってあげるわ。多分ね、値段が高いから、これって4000円超えるみたいねんな。4000円超えたら、さすがに買えへん人おると思うんで。4000円超えたら。うん、普通のサラリーマンが、 簡単に払えるお金じゃないもんな。4000円ってこれ。マイティは、マイティはなんとか3000円は切ってたと思うね。マイティは。こっち4000円超えんねんで。帰ってから僕もね、あの、いやらしいな。ゲスながあれやけど、あの、アマゾン見たら、アマゾン見たら、アマゾンやったらこれも6000円とかなってんな。ちょっと、言ってるよな。完全に。 完全に言って思うてんね。これで六、これに六千円払うんやったら、悪いけど、これに六千円払うんやったらね、悪いけど僕あのー、えー、タミヤの戦車とか、あのー、もっと違うところに、あのー、お金使うわ。これ、それで、うん、低価で四千円。ちょっと後ろ見てんねんけどな、四千円って言ったら、 直近でやった4000円ぐらいの金額で買ったって言ったら、えー、タミヤのライトニング2やな。A 型ライトニング2の48が4000円ぐらいだったはずだよね。こう、同じぐらいに4000円ぐらいだったら、タミヤの大きい方のライトニング2が4000円。で、あと、まだちょっと動画撮ってないけど、あれやけど、うん、もっとね、有効なお金の使い方ってあると思うで、 ということで、こちら、ブラックナイト、スコードカルラは、えー、おそらくね、えー、5個ぐらいは手に入る。5個ぐらいは。多分これ、最近の流れで、僕が動画に上げたら、なんか次の日かなんかに、大量に買っていくグループはいるらしいな。<laughs> 誰とは言えへんけど、だいたい予測つくねんけどな。うん。多分家族で買いに行ってる人がいてるみたいやねんけど、もうそんなんやめとこうぜって。うんで、あのね、ちょっとね、イラっとくる言い方するけど、あの、25日にな。要は、世間様25日給料日やん。世間様25日給料日。 で、あの、ホビージャパンとか、モデルグラフィックス25日ぐらいに出るはずやねあの、市場に、要は、本を買う人たちが、本を買う人が、その買うものが手に入れへんのに、雑誌で特集はやめた方がいいと思うで。これはもう、あの、親切心で言っといてあげるわ。 うん。あの、買われへん人がおんのに、買われへん人がおんのに、あの、雑誌で特集くんだら、そんな本買うやつおれへんで、まあ。さっき言うとってあげるけど、一応念のためにな。うん。みたいなところです。ななんか、抽選でも買われへんかった人がおったらしいねん。で、生々しい人もおったな。 意見として生々しい人もおったわ。うん、結局買ってない、買ってないねん、これな。これ。これはね、悪いけどね。これ、バンダイっていう会社が売ってるからなんとか4000円っていう価格帯やけど、これはプレミアは付けへんで、こっから以上は。最上級やから。うん、僕多分ね、これが4000円やとしたら、 後ろちょっと見えてるけどね。これが4000円やったら、ウェーブのラビドリードッグ買いに行くわ。<laughs> リアルに。あの、これが4000円やったら、ウェーブのラビドリードッグを買いに行くわ。4000円やったら。もしくは、あの、倉庫にしまってあるけど、そこ後ろちょっと見えてるやろ。あの、安かった時に買った、安かった時に買った、 赤色バンダイのサイコガンダムとか,かな。赤色のサイコガンダムやったら、あの、4000以下で買えてたから。サイコガンダム、ハイグレードな。うん。そっちの方がまだな、あのー、当たってると思うで。ちょっと今後ろ振り返ってんねんけど。4000以下のキットを見たら、そうやな。もっといっぱいあんで。こう言っとくけど、ハイグレードっていう144やで、これ。 みたいなえ、どうすか。はい。